田口重弘は、今シーズン限りで、秋田ノーザハプネックと、対談して、復帰することを決めました。千葉ジェッツに行くことになりました。昨シーズンは、54勝6敗と、目標の、一部昇格を果たすことができました。正直自分の、心の中では、ものすごく辛く、しんどくて、一人の選手として、成長したい、バスケットが上手くなりたい、チームメイトは、離れるのはすごい辛いですけど、キャプテンとして、シーズン、シーズンなとこで、こう、ついてきてもらったっていうのは、本当に感謝しますし、ブースターさんたちは、秋田でプレーしてくれて、ありがとうと、いつも言ってくれて、応援したくて、毎年やってましたけど。最後まで結果出ずにチャンピオンになることに無理、自分が秋田から離れるっていうのつらいですし、悲しいですし、寂しいですし、申し訳ない気持ちいっぱい。最後に決めたのは僕自身なので、自分が千葉ジェッツで秋田で7シーズン経験したこと、経験したことを全て出して、秋田に育ててもらった田口が、秋田で育った田口が、千葉で活躍するところを見て、見ていただいて、納得してもらえればと思います。